畑中シリーズ近畿が前段1周目から3周目を勝っています。抑えるかかますか、行く下かし、同点の暗い竹を置いたコンビが3、4番で車間を切っています。さあこれは畑中が飛びつくのか、あるいは逃がされるんでしょうか。残り1周半の勝です。さあこの流れですとかましていくのか、あるいはまくり勝負が、井口隆が4コーナーに車間を切っています。さあこれはかまし戦となりました。飛びつきを狙った畑中清水の近畿勢は飛びつけないか、どうやら番手は暗いが守った。さあ暗いが取って、ここは3番手が大きくもつれまして1番の清水が切り替え2コーナーから、大分コンビ江口隆と暗い竹を切り替え幕は1番は清水勝、中村俊二と市村秀樹、6番手から4番片中がもう一度まくってにセンター第4コーナー。さあ先行2番江口隆、マークの暗い竹を4番片中、マクがそれを止める、5番の暗いが止める。さあしかし片中がまくりきって江口か暗いか、